前雷神フェザー級王者クレベル小池34が腰淡々と王座帰り咲きを狙っている。大晦日の格闘技イベント雷神4号埼玉スーパーアリーナで初代王者の斉藤博史36と対戦することが決定。当初は2021年10月に対戦する予定だったがクレベルが怪我を理由に試合をキャンセルしていた。因縁の対決に向け 26日の会見でクレベルは、今回は絶対に自分が勝つ。そしてもう1回、フェザー級のチャンピオンになる、と語気を強めた。大晦日は復権がかかる一戦となる。今年6月の鈴木千尋戦は勝利こそ収めたものの、体重超過でノーコンテストとなり、王座を剥奪された。さらに9月には、40歳のベテラン、金原正則にまさかの判定負け。負の連鎖、 が続いている。それでも、今回の試合には絶対の自信を持っている様子。心配される体重についても、問題ない、ときっぱり。大晦日決戦で浮上のきっかけをつかむ。